最終的にやっぱり信濃戻って残念というかっていうのはやっぱり肘はもう何ともなくなった、ある程度ね、まあ、本当に何ともないかどうかは別だけど、まあ、かなり何ともなくなったっていう状態まで来て、でも肩がっていうふうになって、で検査をしたらこれって今に始まったことじゃないよねっていう状態だったじゃない。でそしたら実はもう2007年でメジャーで投げてる時からもうそこら辺はだましだましやってたっていうのもあったし、もっと前に遡った中学生ぐらいの時に許可金もうね半分ない状態でやってて、肩に関してはずっとコンディショニングが欠かせなかったっていうところが、まあどうなんだろうな、その7年間のリハビリの中で、7年、去年でグランドスローだったら6年か、その中でそこのコンディショニングっていうところがやっぱり肘ばっかりに着目になってたのかなっていうのはあるよね。自分の中でどう整えればいいか分かってたんですけど、それは僕一人じゃちょっとどうしようもできなかったんですよ。その揉み方、マッサージの仕方だったりそういうのがあったんで、それは厳しかったですね。あとはやっぱりそのこの指の力がなくなったので、僕の武器であるスライダーが抜けちゃうんですよね。で握力も、やっぱり30球が限界なんですよね。30球超えたら、まっすぐちょっと抜けちゃうし、スライダーなんかも右バッターの頭にいっちゃうことがあったので、まあ引退を決めたんですけども、まあまあでもこの怪我があったからこそ前田さんとも出会えたし、いろんな出会いがあって、で指導者にもこういうふうにね、ならしてもらったので、まあこの怪我も、あってよかったのかなって思います、今は。そのままね、僕が活躍してこうなんか変な苦しみも味わわずに、嫌な人間になってもね、ダメだったし、潰れてったかもしれないし。だからこの怪我はいろんな出会いを与えてくれたので、相当勘勉違い。強してるよね。まあそうですね。ね。相当これを直すためにって言って、肩のことから肘のことから、普通の選手じゃここまで知らないよねっていうことまで全部細かく知ってるよね。そうですね。選手の時は通訳がいたんですけど、怪我をして通訳の契約ももう切れたので、自分でそのアメリカで病院の先生と英語で会話しなきゃいけなかったので、英語でこのね、いろんなそのインナーマッスルの名前だとか、ここの腱靭帯だとか腱の名前覚えて、英語の勉強にもなりましたし、それが今後もし、アメリカで、僕の夢としてメジャーリーグで日本人初のピッチングコーチになりたいっていうのもあるんですよね。それにも役立つし、いい面も悪い面もね、いろいろ与えてくれましたね。本当に大きかったのは本当に前田さんと出会って、やっぱりピッチャーって考えるところはやっぱフォームなんですよね。まずは、そこからフォームが感覚的に、まず理論で分かって感覚的にできるようになって、自然にできるようになればそれでいいんです。そこから状況だったりいろんなのも考えるんですけど、まず考えるのはやっぱりフォームですから、体の動きですから。だからね、その秋もそうだし、他のプロもそうだけど、プロの感覚ってめちゃめちゃ細かいじゃない。すっごいんですよ、そのマクロな、ミクロな、その繊細さっていうんですかね、どんな細かい世界を感じてるんだっていうぐらい細かい世界を感じてて、でやっぱりそこは常人ではなかなか理解できない感覚なんですよね。だから
それはそれでやっぱりとっても大事なものなんですよね。ただやっぱりそこだけしか分かっていなかったときに、だんだんやっぱりこうフォーム変わるんで崩れるんですよね。フォームが知らないうちに崩れてきたり、何かのきっかけで去年と今年が違うってなったときに、それがなんでいい時と違うっていうのはみんな分かるんですよ、うん、感覚鋭いんで、いい時と違う、でもどこがどう具体的に違うのかっていうところがみんななかなか気づけないっていうのはプロ選手を見てて共通してるんですよね。調子悪くなった時にその立ち返る場所っていうんですかね、それがまあいわゆる基本なわけですけど、ちゃんとした仕組みって何かって、調子がいい時必ずみんな仕組みに従ってるんで、 ある程度活躍してる選手のフォームを重ねると、もうその着地からリリースまでみんな一緒なんですよね。でそれがやっぱりいつの間にかそこから外れてきてる。 でもそこにやっぱり自分で気づけないし、気づいたとしてもどこをどうしたら直せるのかっていうまでは分からないっていうと、やっぱり仕組みとしてちゃんと理解するっていうようにならないと、そのやっぱりたまたま良くなった、たまたま悪くなったっていうことの中での、繰り返しになって、もっともっと選手寿命も活躍できる年数も増やせるだろうし、二軍選手で本当はもっと実力あるのに、そこをもうちょっとこう伸び悩んで一軍で活躍できないって選手はもっともっと出てくるようになるだろうし、高校の時、大学の時、社会人の時もっとすごかったけど、なんかプロになってちょっとなんか忘れちゃった。多いですよね、この高校大学で良かったのにプロ入ったら卵遅くなるっていうの多いんですよ。そこはやっぱりプロのコーチが、昔から言われてる感覚の世界で、上から投げろ、ただ下半身を使え、走ればいい、ってなると、球も遅くなったり、あと何だろう、何が原因なんだろう、肘から出せ、ね、こう肘を抜けとかね、っていう教え方があるんですね。それをちゃんと、教えられるコーチになりたいですね、でさっき言われた感覚とかも、僕は、さっきインソールの話があったんですけど、ナイキのスパイク入ったんですね。ナイキのスパイクってちょっとつま先体重なんですよね、でそれを、インソールで合わせて、良くもなったんですけど、つま先体重だからなんかちょっとつま先すぎるなと思って、こうかかと、僕はこうこうなってるのを、あえて自分の中でこうかかとをこうしたんですよね。そしたらもうこの引き込みの形ができたんですよ。それまではただこうかかと体重にして、ただ単にやってたんですけど、でもこれが正しい動き方だっていう。そうなるよね、そこでね、本読んだり話聞いたら、あ、そっか、当然つま先じゃダメだよねって、分かるよね。そうですね、だあの時初めて会った時、8月25日の時も、いや僕昔からなんかこうちょっとここやってたんですよねって言ったら、いやそれでいいんですよって言われて、なんかその感覚です。感覚でやってたことをちゃんと前さんが理論で説明してくれたんで、そういうのも伝えやすくなったですね、体格あるじゃないですか、体の、その、筋肉なのか、よく見た目でいうところのちょっと一回り大きくなったって言われる感じのタイプの人って、バッターはともかくピッチャーで言ったら、ちょっと調子崩して2年目以降調子崩してしまう傾向が強いと、素人ながらに思ってるんですけども、ピッチャーってその体を大きくするといいって言われてるじゃないですか、もっと大きくしろって。でもそれって何を大きくするんですか。いやいや、大きくするといいってそんなことないですよ。そうですか、
大きくしたとしても、まあ、大きいことがいいことじゃなくてスポーツなんでスピードが必要なっていうか他者を打ち取るのにスピードが一つの武器になるスポーツなんでだから速さのために筋力をつけたりとかっていうことがある中ででもその速度ボールに速度を与えているのは筋肉の力ではなくて、全身が動いていった結果、手先の速度が速くなるっていうことだからフォームですよね体がちゃんと動いていって腕が振られていって最終的に手先の速度が速くなる、体の使い方っていうところで速度が生まれてるんでどっかの一部分の筋力が投げてるわけではないですね。だからそこを間違った時に、パワーつけてスピードは当然出るには出るんですけどもともとよりはでもそれがやっぱりレベルが高い野球の段階になればなるほどそういう感じで投げてるボールっていうのは、まあ、本当のその球質っていうんですかね伸びであったりっていうところが、もう一つ足りないとかリリースポイントが前じゃなかったりとかっていうのでなかなか通用しなくなったりするんですね。だからプロのこれ多分プロ野球でやってる人ほど分かると思うんですよね。高いレベルになった時にある程度力じゃなくてやっぱりフォームを大事にして投げていかないと本当のボールを投げれないっていうのは高いレベルの人ほど多分分かっていて僕は阪神に入ってよりそれを強く感じましたよね。決して阪神にいたピッチャーっていうのはそんなに筋力がみんな強いわけではない社会人の選手の方がむしろ強いぐらいですかね。 でもボールがいいって言った時にやっぱりそこで違うのはやっぱフォームが違うし柔軟性が違うしっていうところが決定的に違うところでとじゃあそこの本当に高いレベルで勝負をしていくんだったらそういうところが出来上がっていかないと、難しいんだろうなっていうのが阪神に入って本当に強く思いましたよね。そうするとやるべきことっていうのは僕はその時はトレーニングコーチですから体力測定の数値を見てそこから何かを導き出して課題を見つけるというよりももうそれむしろ見ないでグラウンドの選手の動き見て完全にもう動きからその動きと仕組みからあこの選手もここの動きがちょっと課題だなってじゃあここはこういうふうにできるようになればいいんだなってそしたらじゃあそこの動きができるようになるにはここの関節がこういうふうに動く必要があるなっていうところから全部課題を見せていくってしないとあ本当のトレーニングできないなって体力測定自体の項目を見るのやめましたもん、ね、プロ入ってから、まあ、一概に体が大きいちっちゃい そのあれでパフォーマンスが上がる下がるっていうのは言えないっていうそうですね、うん、体がちっちゃくても合理的な使い方をしていったらやっぱり勝負できますからね、うん、だからもう、まあ、やっぱりこの割れの部分っていうのでそこの柔軟性こっちがここが大きくてもここで投げるじゃないですか。割れがあった中でその体幹の体幹だったりこの骨盤上半身の回転に耐えられるここがあればいいんですね、うんうん、だからまあ体幹の力だったり柔軟性、まあ、体操必要ですよね、うん、体操やるだけでもうだいぶ変わる、うんだからその体操をやるときに一般的にいろいろ体操っていうのは世の中に存在していてストレッチも世の中に存在していて でもじゃあ野球のために野球でボールを投げるって言ったときにじゃあ股関節とか肩甲骨の動きが大事だっていうのは大体皆さん分かっていてでもじゃあ投げるっていうときに股関節肩甲骨っていうのはどういうふうに使われているのか打つっていうときに股関節肩甲骨って大事とは言うけどどういうふうに動いてるのっていうのが分かっていない状態で、肩甲骨股関節が大事だけしか知らないとそこでただストレッチ体操ってやってて良くなるかもしれないし何も変わらないかもしれないっていうふうになっちゃうんですね。だからちゃんと投げる中で股関節はこうやって働いてます、打つ中で肩甲骨こうやって働いてますっていうのが分かった上 でだからこの体操をやるんだだからこの股関節のこのストレッチをやってるんだっていうことが分かってきたときに全部がこうつながってくるんですよね。そうするとどんどん上手くなります。そこがやっぱり実は
野球のことってやっぱり指導者の方もそのプレーをされてきて、自分は選手だったから、まあ、技術のことは分かるけど体のことは分かんないって言われる方結構いっぱいいるんですけど、でも野球界全体を見渡して技術は感覚では確かに皆さん分かるけど、やっぱり具体的にちゃんとその分かってるのかっていうと、むしろ技術のことの方が野球界全体の中で誰も分からないですよね。だから、肝心なところが抜け落ちてるんですよね。技術のことが曖昧にはしか分からない、でもトレーニングは曖昧な世界なんてないんで、トレーニングはどんな状態でもその知れば具体的だし、知らなければ何も知らないなんで、少なくともトレーニングはある程度その具体的な状態でっていうと、その技術のことって分かってるかのようで、実は一番肝心なとこが、具体的な世界になれば何も分かってないに等しいっていうと、そこをまずちゃんとしないと、トレーニングも作りようがないですね。本当は技術のことのためにパフォーマンスのためにトレーニングするんで、そうするともうトレーニングもしようがないし、技術練習もしようがないしっていう状態で、そんなところが一番問題だなと思うんですよね。でもやってますもんね。だからトレーニングなんか技術のことが分かれば、本当に一般的に体を普通に強くして柔軟性も高めて、野球に生きるっていうことを特に考えなくても、技術のこと本当分かってそこを大事にしながら技術練習してたら、マイナスがないようにトレーニングすればいいんでね、できちゃうんですよね。まあ本当プロ野球でもこうね、割れ体操だったり、そうやってました阪神。こういうこと、こういうこと、まあ、そういうだったり、やってた、やってました、やってた、やってた。でもそれはもう全体でやってたんですか。アップでやってた。へえ、なんだそれみたいな感じで見られたけどね。でピッチャーのキャッチボールはドリルでこう入った。それはしなかった。それはやっぱりそこはトレーニングコーチの範疇じゃないから。ウォーミングアップの中では体を動かすようにはしてた。ですよね。技術のことは一切口出ししなかった。でもそこでもやっていった方がいいですよね、本当は、ね。本当は技術の中で、この動きが課題だなっていうところが技術コーチの中であって、でむしろ技術コーチの方からトレーニングコーチ、この動き方が課題だから、この動きができるように体作ってくれと、この動きの前提のその関節の動き、そこを高めてくれるって言ったら、技術コーチとトレーニングコーチがもうちゃんと連携して一本の線でできるから、それが理想ではある。星野監督がその前田さんがコーチをされてた時に言ってたあのコメントがね、あの前田君はその野球の動きをふんだんに取り入れたあの体操トレーニングをあのたくさんやってたっていう、そういうふうに目を引かれたっていうようなコメントがありましたよね。体操の中でそういう直接その野球の動作に関係する動きに直結するような動きをやってるんだなっていうふうに星野さんは感じ取ってたみたいですけどね。そこをこうじゃあ体操で前さんがそう入れたのを選手が気づいて、あ自分のフォームにこう取り入れようっていうね、その気づき力が大事なんですね、プロ野球選手も。ただこうやれって言われたからこういうふうにやって、で体の柔らかくなる、だけど僕がそうであったように体は柔らかいけど硬い方面に投げちゃう、まあ、そこをやっぱり、ね、ちゃんとフォーム技術を理解するっていうことですね。例えば、藤川球児がいて、で彼が2年目に怪我をしてあと復帰したら急に球が速くなった。でその中で山口コーチって、今もコーチの山口コーチっていう方が、球児お前それちょっとお前沈みすぎちゃうかっていう話で、で球児の中ではもう下半身使うといったらガーッといっぱい沈んで、ガッと進んだら使えるっていう、その当時はそういう認識だったけど、
山内コーチがちょっと一言、沈みすぎたらもうちょっと重心高くていいんじゃないかっていうことを言って、実際には他の選手よりも今でも沈んでるんだけど、でも球児の中ではだいぶ重心を上げてあまり沈まないようにしたっていう、そこからそれまで重心下げるときに膝に入ってたその動きが股関節のにパチッとはまるようになって、股関節にはまるようになったら体の向きがこうずっとエミングの向きがふーっと保てるようになってって言って、その時に初めて球児の中では、あ、これかっていう、股関節を使うってこういうことかっていう、股関節大事大事っていつも前田さん言ってたけど、あ、こういうことだったんですねっていうようなことを言ってたね、当時。だからそれまでやっぱ股関節大事とは聞いていたけれど、実際にじゃあ股関節をどうやって使うのか、股関節、どういうふうに大事なのかっていうところまでは捉えてなかったけど、まあ、ある、ね、山口さんの一言がヒントになって、それをやってみたらポンとはまった、でそしたら、あ、これか、これが股関節かって、トレーニングコーチが言ってることとリーツコーチが言ったこととってのバーンと結びついて、自分で急に変わったっていうね。膝のこう折れる、まあこうやって折れるじゃないですか、こうやって、その時にもっと膝の方に入ってきて、こうやった後にこういう感じだった。でこっちも伸びずに、そう、で重心高くしていったらこういう感じになってきて、こうなったら骨盤が後傾するから、少し突っ込み気味だったんで、低くてこう膝に入ってっていう極端にやるけど、それがこっち入ったらこういう状態だな、膝を昔ね、ここがすればいいピッチャーとかねいて、こう、わざとこうねつけようとする、人もいたしですね。何なんですかね、だから逆に今度はだからそれを否定して高ければいいっていう話にも今度なっちゃうし、でも高いも低いもなくて、高いとこからスッと降りてきて、平身、結局前に進むことが大事だから、だから膝がつくとかそういう表面的なことではなくて、結果として膝がついてるかついてないかっていう話があって、無理につけるものでもないし、だからそういう本当に中身のところをちゃんと分かるようにならないと言えないよね、結果としてなることを求めても、それは結果としてなっていることなんで、それを無理に作りに行くんじゃなくて、どう動いたらどうなるっていうね、その本当に大事な中身が分かんないと、誰々選手がこうやってるからこうやるっていう話になっちゃう、さっきのねこの話をね、ダルビッシュがこう見えるからみんなこう真似してね、そうね、全然だけど、ね、彼だってこうやってスーッと来るけど、そこから来たら必ず着地はここに来てるから、ね、だから結局本当は、ね、ここよりもここがキュッと入ってないといけないわけで、だからこれはあまりそれには貢献しないわけで、着地までこうやってるわけにいかないからね、投げに行くにはここに来ないと来れないから、だからでも目立つのはここなんで、ついついこっちを真似しちゃう、でもあんまりこれには意味がない、最近北海道の高校野球選手で流行ってるのが、おそらくマー君が里帰りした時に駒台って教えたかどうかは不明ですけども、足をピュッて伸ばしてあブラーンとやるんです、これね、これね、あ、でも、マーク。そしてそこからさらに伸ばすんですね、曲げた膝を。こうって、ポンって。あ、で、この後、パンってやるね。そうそう、はいはいはい。それをその場でパンってやるんですよね。入れないでパンってやるんですよ、でも、ちゃんとできれば悪くないんですよ。そうでも、こっちしか向いてないんで、こっち向かないと。なるほどね。だこの動きなんかは、上げた足がここから離れているっていう状態のままだったら、骨盤こうなってる証拠なんで、これでそのまま沈んだったら意味はないけど、一旦近づける、これです
で一旦近づけてくることである程度これがキュッてスッってなった状態が作れてるはずなんで、むしろいい動作に貢献するはず でその後ちゃんと軸足でスッポンっていけてれば、スッと軸足でいけてればいいけど、こうしてその状態では意味がない、左足では意味がない。だからそれをどっちに蹴るかもありますよね、うん、この、うん、僕も蹴ってたんですよ、あのその2007年怪我するときはこう蹴ってた。ああやってたね、はい、でこの蹴ったときにポンって間が、まあ、間ができてテイクバックもあの上がりやすいっていうのがあったんですけど、まあ、でこの前カージーさんにも聞いたら、カージーさんはサイドでここ斜め後ろを蹴る感じでやれって言ってたんですね。まあそれがその軸足で動かすために、まあ踏み出し足をこっちに残す役割になると思うんですけど、だからここでこう横じゃダメってことですね、うん、だし方向だけでも実はなくて、うん、そのこれこのままこうなったら骨盤後傾しやすいんで、はい、後傾しない人もいるだろうけど、結局軸足が沈む中でポンッと、はい、っていうのが本当は大事なことで、こうではない、はい、本当は先にそこやっちゃうんですよ、やっちゃう、だからそれは結局、見た目の表面的なところでそこをやってるんだっていうところしかわからないからそうやって、ね、うん、で根本としてステップのためにやってるわけだから、ステップっていうのは一体何が大事かっていった時に、まずステップは助走だから、助走としての勢いよく進むこと、そしてステップでは開かずに進むこと、そのこと2つを両立していくためにどんな使い方が大事なのかっていう発想で全部考えていかないと、そのこれをっていうこの形が目的ではないっていうことですよね。やっちゃうんですよそれ、うん、僕そう WBC の時に香取さんが言ったのが、まあこう一回江川さんとかも蹴ってたじゃないですか、こうやって、うん、蹴るときに間ができるからこう上がりやすくなるみたいな、うん、そっちに行くんですよね、うんうん、それが大体のプロ野球選手は、うん、それでも体ある程度動くんで、はい、大きな問題にならない、はい、いろんなことをやっても、うん、で逆にちょっと何かがきっかけでむしろこう調子よくなったりするんで、うん、だけど体が基本的に動かない人はそれでは大体解決しない、うんうん、だからアマチュア選手になればなるほど表面的なことを言っても何も変わらない可能性が高い、うん、結構いますね。だからそれがそういう世界になると合う合わないっていう話になっちゃって、全部コツの世界で話をしてるから、これは合うとか合わないとか、でも原理原則の話だったらできるかできないかになるんで、そうですね、うん、じゃあできない原因は何かっていうところを変えていくのがトレーニングだし、うん、だからそのここに入りやすいんであれば、このまあここで蹴ることで入りやすくするんじゃなくて、初めのこの位置だったり、うん、あの藤川とかもここに持ってくるじゃないですか、うん、だから別にここにあれば別にこう蹴んなくても、この 落下で上がりやすいっていうのがあるんですね。体から離れすぎていると、うん、こっちに行きやすかったです、うん、でもこれもこの辺だったら今上腕が体についてるでしょ、はい、こう体の前でこういう感じになるから、うん、この辺だったら肘をこう落とすだけで済むんで、はい、でそうするとスッパンと来やすいけれど、うん、こうしすぎるとこういうふうになりやすい、うん、だからこの辺であるっていうのは一つ、うん、肘の動きで下ろして、うん、肩の動きを使わずに下ろしてパッと上げることができるメリットは、僕はこうタップしたじゃないですか、こうやってでちょっと離れちゃうんで、やっぱり、うん、あの体が離れたとこからこういくんで、テイクバックがあのこの状態ですね、うん、あのトップに上がりきらないっていうのがあったんですね。でこの前 その9月15日投げる前1週間の間で、さっきあの今一番調子いい
チームで調子いいこのピッチング見たらその子はここでやってたんですよ。でバッチリあったんですよね、テイクワークは、うん、これ細かい話だけど、はい、この状態で今肩横にあるでしょ、はい、これでスッとこうやると、うん、実は肩甲骨がこうなっていて、うん、こういうふうになっていてこの状態って、はい、肩甲骨がこうなるだけでも今腕がこう前に来るね。そうするとこうやって上がるんだけど同じ位置で肩が戻ればこうなる。これだけでも上がりづらくなる。これがこう来たらここにあるから同じようにこの肩と腕の関係は同じに動いてるんだけど肩がこっち側に来てればスッと上がるしこの位置だとこういうふうに上がるし、肩甲骨と腕の関係は動き一緒なんだ、はい、だけどこれがこういう位置に来たらスッと上がる。だからこれがグッとこういうだけでもポッと上がりやすくなる。肩甲骨が後傾してるって肩甲っていうとできる。そう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 、そうするともうバッターが素直に上がってくる。だからこういう肩甲骨の後傾の体操だった、うん、それが、うんうん、こういう状態で入ってきてるところです、うん、じゃあテイクバックをが下手くそな選手にはやっぱりまずこのそういうこと、うん、そういうこと、そう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 、それだけで今こうやったら手ここに来るじゃないですか、はいはい、そうですね。でそれでスッと上がってくる、うん、ただ肩甲骨がそこまで動かない選手が多い。そうですか、うん、こんなのできない、なかなか、うん、だからそのそこのここの胸郭の体操とかね、いっぱいやらすんですね、うん、そういうこと、うん、そう、はい、また投げれるいやー、そっか、そういうことか、うん、で簡単に言うとこれっていうのはエーミングの形になってる、ね、そう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 、うん、そう。それでは今日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。どうも。はい、お疲れ様でした。